はい、今日はですね、100均で花火を3点買ってきたんですけど、他にも1点いいのがあって、それも買おうかなと思ったんですけど、つい最近ですね、いい花火屋さんっていうところで、あの YouTube つながりの友達に聞いて、そのショップを知ったんですけど、いい花火屋さんっていう、でそこで2万5千分まあ花火マニアなりに買ったんですけど、まあ届いてから、商品が届いてから買うっていうシステムになってるらしくて、なのでまだ、ね、商品も届いてないので、余ってる金でちょっとね、100均で買っちゃいました。ってことで、ね、それをお見せしていきたいと思います。これです。はい、この3点ですね。まあよくある線香花火とスパーク花火と気持ち花火ですね。こういう花火魂ってやつとパチパチっ子っていう、まあパチパチする花火、スパークする花火が勢ぞろいしてるセットですね。中には違う花火も、すすき花火もありますけど、こっちはかなりバチバチしそうな雰囲気がありますね。もう名前からしてもうやばいですね。パチパチって書いてあるし、フラッシュって書いてあるので、多分明るい花火だと思うんですよ。で前回これやったんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですよ。綺麗なオレンジ、眩しいオレンジで目がチカチカしちゃうぐらいのやつなんで、目が悪い人には、目が悪い方にはあまりおすすめできないですね。はい。で、まあこれまだやったことないんですよ。この紫色の袋に入ったやつね。パイプ手持ち花火なんですけど、まあ今年の5月これを燃焼させてみます。燃焼させたところでどのような火花が出るか楽しみですね。で裏面はなんか説明書みたいな、説明書ですね、なんか書いてあります、やり方、これはあんまり、僕には関係ないので無視してやってるんですけど、ま、次回はショップで買った2万5000円分の花火を動画で何買ったかをお見せする予定です。でお見せする予定の花火はもうすでに動画にね、今年の花火のプログラム5月分ってやつの動画で出しているので、そちらをご覧ください。じゃあ5月僕がやるやつと、神社で、ちっちゃい神社で打ち上がる花火があるので、まあ、そちらも撮影していきたいと思うのでよろしくお願いします。これからね、これからもまた花火動画撮影頑張っていくので、皆さん応援よろしくお願いします。ではまた2週間後になっちゃうかもしれないですけど、動画をお待ちしててください。以上、ビッグファイア06でした。じゃあねー。